チャラチャラチャンチャンチャン、窓を開けなくてもピカピカ、ありがとうございます。ハートありがとうございます。流れ星ありがとうございます。いろいろしてて気になるな大好き、ありがとう。ココハも大好き。ハロー、食パンありがとうございます。明日は制服の目。そう、男女飯見始めたよ、みんなが言うから。クレープね、クレープ結構前に食べた。でも2週間前とかに食べた。あれ、あ、くまちゃんのおにぎりありがとうございます。エスコメン言えんだよ、なんで私いないんですかって聞いたけど、その一回中止になってるから、その時のメンバーでやってるからいないんだよって大好き気味。フェリーのやつ見た？面白かったでしょ。結構なんていうの、見切れちゃう、あの量だし、いいでしょ。そうそうね、結構前だね、12月とかだもんね。アイスクリーム終わった？唐揚げ、そうなんですよ、12月とかのあれ拝見します、ありがとうございます。なんでね、出たかったんですけどね、出たかったんですけどね、出れなかったのでおとなしくしてました。食パンありがとうございます。こんばんは。なんか配信DMM 見れなくなっちゃってて、昨日は見れたのに、なんか今日見れなくなっちゃってて DMM が、だからなんか故障した故障しました。牛乳ありがとうございます。マジ楽しそうだったよね。マジ今日こそ出たかったんだけどね、今日こそ出たかったんですけど。制服の目トレード、当たらないんだ。おにぎりありがとうございます。あ、くまちゃんのおにぎりありがとうございます。明日ですか。当たらないんだね、制服の目。なんか明日めっちゃ久々な感じするから、動けるか心配。明日はっていうか、制服の目は6時半開演のことが多分ないです。会えないというか、あの出たい出たいからあんなに出たいから会えないとかじゃなく、出たいんです。緑茶牛乳ありがとうございます。こんばんは。緑茶ありがとうございます。明日マジ久々、いつぶりなんだろう公演。結婚してアクタリです。新潟から待ってます。嬉しいな。誰のサイリウムを振るんですか。新潟って行ったことないかも。新潟行ったことないな、多分。いや、ない気がする。遠いから。緑になるもありがとうございます。緑茶ありがとうございます。あ、ココハのサイリウムではないと了解です。他にプライド最近かけれな見ないけど、え、嘘、昨日とかも配信やってなかったっけ。あ、やってないんだっけ。なんか旅してるみたいですえ、昨日やってなかったんだっけ、ショールームとか。
知らないけど、やってるイメージだったやってなかったんだ。昨日も来た。いやいや、めっちゃ見れてるやんめっちゃ見れてるやんけ、めっちゃやってるやん。今朝もしてた。めっちゃやってるやん。めっちゃ元気やん。心配ご無用なぐらい元気ですよ、朝やってるのはね、みんなめっちゃ見てる。めっちゃ元気ですやん。そんなの明日公演ですね。2つ音、すごい。その近くで当たるんだ。明日よろしく。水色を振ってる人をじゃあ見つけていきたいと思います。23時前にメール送れなくて切れてた。たまにあるんだよね、国派も。時間切れおにぎりありがとうございます。時間切れの時が言っております。明日制服の目ですよ。明日会えます。制服の目です。久々制服の目です。今日とっても悲しいの。どうしたの？15日の S 公演最高列で笑った。最高列？椅子のってこと？立ち見じゃなくてってこと？1週間長かった？教えてくれなくて切れたんだ、23時になる前に目生やしたい。そういうことね。みんな元気だよ。制服の目明日です。怒るかきれのね、想像できるよね。長生きします。200年、200年は生きれるか分かんないけど200年か。200年はちょっと黄色み、あ、予習ありがとうございます。じゃあもし推しメンとユニットが違えば振ってください推しメンがちょっと誰か分かんないけど、誰なんだろう。書いてないね。誰なんだろうな、分かんないな。15日最善、あ、本当に？やったー。最善ね、すごい。すぐチェックしちゃうよ。エースのパンダかわいい。その後なくてピエンナウ。15日の後か。公演がいつあるんだろうって感じ。桜仕様ね、なるほど。桜も結構散り気味だけど散り気味だけど、桜は。ココハちゃんじゃないよ、おしめ。誰振るかはね、気になりますよ。割とね、初めて見るなーって方のショールームでね、明日行きますとかいう方は大体ココハ推しじゃないですよねまあでもね、サイリウム、ココハのサイリウム振ってくださる方はめちゃめちゃ多いわけじゃないので 100% 見つけられるっていうねだから振り時です。やっぱ多くなっちゃうとね、ね、どうかなみたいなね。このレスは前の人がココハのサイリウム振ってるから前の人へのレスなのか僕なのかっていうのがあるかもしれないけど、ココハだったらまあ全然多分ばらけて4人ぐらい前公演ね、そんなに片手ぐらい片手るぐらいなので確実に目が合っちゃいますという感じです。愛1年ぶりに中列 ABCDEFGH。 おお、
いいじゃないですか。 H っていいと思う。結構明日朝早いんだ。あ、早起き頑張ってください。そう、漏れなくで好きますので、ピカピカハートありがとうございます。休みと、あーそうなんだ、いっぱい降ります、ありがとう。ここは星と近い席に、なんで顔しになる。だって H は壇上最善、めっちゃいいじゃん、壇上最善いいね。こんばんは。でもなんかこの前この前なんだっけ、なんかあの劇場行った時にそのお見送りを体験しようみたいなのをレナとココミでやってて、このお見送りのこうステージ上の位置とこうみんなが歩くところでやってみたんだけど、意外と遠いね、なんか声とか意外に聞こえないねって思った。意外と遠くてびっくりした。あ、今遠くなってるんだ、あれで。意外とね聞こえなかったです声が。だから大きな声でお願いしますあのお見送りって一瞬だからさ、聞き直す時間もないぐらいじゃないですか。だから大きめの声でよろしくお願いします。なんとか間に合いそう、頑張ってきてね。16人いて1人としっかりやり取りできたら。いやでもね、そういう方の推しメンの隣だとあのすぐあー私とは目が合わなかったってことにもなりますね。アンコール手前でトイレなんか行きません行かないでくださいまあいいのか、アンコール手前ならまあいいのか立ち見最善いい列一列引っ張られたりしました。ラストだとまあね、プレゼントくれるのあまり、貢献できなかったとか本当に思わなくてください。大好きって言ってもらえる努力いたします。手振り身振り、いやいや大人だと困っちゃう。推しがたくさんチーム E とかですかこんばんは、こんばんは。おにぎりありがとうございます。一言考えてる。髪伸びるの早いのかな お見送り楽勝楽勝か。初見コメントありがとうございます。全振りなのでよろしくです、よろしくです。187日、立ち見の一番後ろでも当たればいいか。お、立ち見の一番後ろとかだともうほんとサイリウム振っていただければもう見つけれる。S だと諸事情まあね、それはね。わー S 出たい、早く楽しい楽しい誰のこれで自分のサイリウム振ってる人が他のメンバー見すぎてるのはダメ。まあでも、別にいいけどねいいけど S 前15出ます、もうすぐ200。一押しと二押しが並んでって泣きそうに。お見送り、マリンさんと隣お見送りだったこと一回しかないね。誰のだよ本当。こんばんは。今日いなかったんですよ本当ね、それをねずっと嘆いてましたけどねずっとね、ああココハは11日いないんだって
思ってた、ずっと。はじめまして、こんばんは。ずっと11日って思いながら今日まで生きてきましたが終わってしまえばもう何でもいいですセイタンティー出ないから、おー、いいですね。まあ今日はでもあれだもんね、ファンクラブ限定のやつだったから、だからこそ出たかったんですが仕方がない。こんばんは。こんばんは。シュークリームいいね。シュークリーム、シュークリームね、美味しいよね。あんまり日常的には食べないけど幸せですありがとうございます。ダダラダラダラララジャジャララジャ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 ラジャン。ビアードパパね、美味しいですよね。ビアードパパ、ビアードパパ、緑茶ありがとうございます。緑茶ありがとうございます。今ある、え、すご、タイムリーすぎる。今あるのはすごい。ビアードパパはね、なんかビアードパパになんかなんだっけ、なんて言うんだっけ、フォンダンショコラが売ってる時があってマジで美味しかった。あれ、あれって、あれって期間限定だったのか、今売ってないのかな。フォンダンショコラ好きで、そう、美味しかった。縁起良さそうエクレア、エクレアもね好きですよ。エクレアも好きです。結構なんか甘いものは何でも好きだけど、まあ3口ぐらいでいいかなっていう感じかもしれない。乗り換えてる駅にあるんだ。駅にビアードパパって結構珍しくない？隙を見て振るのが心苦しい。全然心苦しいなら全部振ってくださいとか言わないですよ。ちょっとでも振ってくださってありがとうございます。クロワッサン好きですよ。結婚して、あ、答えです。あ、まだ売ってるんだ。待って、何これ、ちょっと待って、スクショしよう待って、おにぎり、おにぎり、おにぎりタワー、なんで急に、ありがとう。おにぎりくまちゃんタワーじゃん、かわいい。ちょっと待って、これ見たいな、見たいけど見れないんだけど。あらあら、あら、これどうやって見ればいいんだ。あ、ちょっと見えないななんかさ、めっちゃかわいい、なんか指くわえてるの、これ細かいとこ見たいけど見れないんだけど、ちょっと待って、ちょっとさ、あれあるか、カメラ見て、今書こうかな。タワーのお礼忘れちゃうから、忘れちゃうから今書いちゃいたいと思います。ペンがねあるから書けるかな。今日は何日ですか？4月、4月何日だろう。
ああ、そういうことね。手にやってるんだ、口に手をやってるんだ。ダダ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 ダ。こういう感じですかね。こうね、目を描いてね、よいしょっと、こうらっしゃい。おにぎり、おにぎりがうまく描けるかという感じね。そういう感じね。お、でも可愛いんじゃない？だいぶだいぶいい感じなんじゃないかと思いますけども、ちょっとこうしてね。これ今ギフトをね見ながら書いてるから、ちょっとみんなのコメントは一個も見えてません。あ、でもなんか顔と耳離れすぎてるけど、まあでもいい感じだと思いますよ。あ、まあちょっと手はねちっちゃかったけど、いいと思います。でもまあ可愛いと思うよ。ちょっとこういう感じかなね。これは今日4月何日ですかね。なんていう、何日だ。あ、11年、了解。11日ね。おにぎりくまちゃんでいいか。で、完成。ちょっと待って、完成しました。おにぎりくまちゃんタワー、ありがとうございます。かわいくない？ちょっとかわいいんじゃない？かわいいんじゃないかなと思います。ありがとう。いるかな。まだ見てるかな。いない。いないな。あ、ありがとう。こちらこそ。おにぎり、おにぎり好きだから嬉しい。今日もおにぎり食べました、ありがとう。じゃあおすすめのおにぎりを代わりに皆さんにお教えしたいと思います。
ファミマのなんかサバのおにぎりがおすすめです。最近好きで食べてるので、よかったら食べてみてください。サバなんか丸おにぎりで、あの丸おにぎりの上にサバが乗ってるやつがおすすめです。なので食べてみてください。おにぎり紹介、サバ美味しいですよ。どん兵衛おにぎり食べたことないな。サバのおにぎり美味しい。サバ美味しいので、いくらおにぎりね、いくらおにぎり好きだけど、いくらおにぎりはもっと食べたくなっちゃうから、いくらが具がちょい見えというか、なんか丸いおにぎりにもうサバが乗ってるって感じ。ミニストップまだ行ったことないんだよね。行ったことなくて、どこにあるのやら。ミニストップまだ行ったことないですって感じです。ミニストップないよね。潰れた。幕張にめっちゃあるんだ。なんか歌いたい気分なんだけど、歌いたい曲はない。ミニストップ、あ、いいな、ミニストップね、行ってみたいんですよね。ミニストップにあるんだ、サバのおにぎり。サバね、いや歌いたい曲がないんだよね。そういう時ってあるでしょ。ベルギーフェアね、ベルギーチョコみたいな感じ。お歌お願いします。 S の公演曲入ってないんだよね。オリジナルソングやばい。紫の誰もありがとうございます。変態のリベン。 S の公演曲、公演曲ないんだよね確か、入ってないんだよね。そんな気がする。そうなんだよね。ね、はちみつバターのポテチ、おにぎりにしないことはないよ。さすがに、さすがにね。アイフォロね、まだない、ない。え、あいよ僕に、あいよ君、あいよ君に、あいよ僕に、あいよ君にってあるの。これカラオケ入ってんだ、マジですか。そうなんだ。お弁当かなった。そうなの、入ってるんだ。そうなんだ、結婚してお二人です。知らなかった、それは。それは知らなかった。おにぎりありがとうございます。アカペラね。アカペラね。アカペラやばい。ちょっと待って、あれ歌おうかな。なんかさ、でもまあみんな知らないかな、知らない人ってあんま良くないかな。なんかさ、STU の一番好きな曲歌おうかなと思ったけど、みんな知らないかも。と思って、なんていう曲だっけ。僕は一番好きな曲なんていう曲だっけ、ちょっとあんま覚えてないんだけど、足いいね。なんていう曲か忘れたんだけど、でもなんていう曲だっけ、なんていう曲だっけ、なんていう曲だっけ、ちょっと待って、まあ、STU で調べたら出てくるか。なんていう曲だっけ、ちょっと待って、なんていう曲だっけな。ちょっと待って、これじゃない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 、あーこれだ、これだ。これね、じゃあこれ歌おうと。
さい。知らなくても聞いてて知らなくてもまあ聞いてみてください。いい曲なので。多分ね知らないと思うけどね。しない、だってたった一度きりの人生じゃないか。好きなように生きなきゃつまらない、やりたいようにやらせてもらうぜ。みんなからやめろって言われるけれど、君に会った瞬間恋してしまったんだ。ボーイフレンドがいっぱいいたって、遠い場所から眺めるだけで構わないよ。恋に一番なんて全然関係ない、好きになれただけでなんて幸せなんだと思う。運命ってやつをほんと信じてしまった。僕はずっと君を好きでいるし、そんな存在に巡り合えたことに感謝する。それ以上の未来望んではいないんだ。愛は与えるものさ。トゥルストゥルルトゥルストゥルルルタタトゥルストゥルルルトゥルストゥルルルタタトゥルストゥルルルトゥルストゥルルルタタ。お前じゃ釣り合わない、わかっているさ。言葉無視したくなるくらい、君に速攻で呆れられても、自分が良ければそんな世界はバラ色なんだ。恋は相手のこと以外は見えなくなってしまう。周りのみんなに笑われても痛くも痒くもない。好きでいられること、占いってやつを信じていなかったけど、できるなら泣き続いてくれ。君の答えまで何も期待もしてないよ。愛されなくたって愛せれば満足だ。愛は求めないもの。信じていなかったけど、できるなら泣き続いてくれ。好きになれただけでなんて幸せなんだと思う。運命ってやつをほんと信じてしまった。僕はずっと君を好きでいるし、そんな存在に巡り会えたことに感謝する。それ以上の未来望んではいないんだ。愛は与えるものさ。ありがとうございます。これがまあ一番、2曲あるんですけど、一番好きな2曲のうちの一つです。ミラボールありがとうございます。これマジで一番好きな2曲のうちの一つだから、ありがとうございます。
ますパチパチありがとうございます。そう、瀬戸マイク、瀬戸マイク好きなんですよ。ありがとうございました。そう、2曲ね、一番好きな曲があるんです、 STU で。そのうちの1曲でした。結婚してアクターリです。パチパチありがとうございます。久々にカラオケした、惚れ惚れしました、ありがとうございます。いい曲でしょ、いい曲でしょ。もう一曲気になる、なんだと思う。なんだと思う。でもそれはね、それどうだろう、それも知らないかも、みんな。おにぎりありがとうございます。おタイトルはわかんないかも。タイトルなんだっけ、ちょっとタイトルわかんないかも。暗闇じゃないんだけどね、暗闇はみんな知ってるでしょ。タイトルなんだっけ。え、なんだっけ。なんだっけ、タイトルちょっと忘れちゃいましたけど、もう一曲好きな曲があるんですよね。なんだっけ、忘れちゃいました。一番好きは2曲ありますね、 STU で。ちょっと忘れちゃったんですけど。なんだっけ、忘れた。これかなっていうのある、ちょっと言ってみて。多分、え、でもね、わかんない、これとはちょっとまた全然違う曲だから。おもろ、わかんない。ヒントわかんない。じゃそれもじゃあ歌おうかな、ちょっと待って。おもろ、じゃわかんないのおもろくない、普通にわかんないんだけど。これだっけ、いや違うな、これじゃないな、あこれかな、多分これ。でも歌えるかわかんないんだよこれ。まあいいや、歌ってみようって感じ。歌えるかわかんないし、これかもわかんないけど歌ってみるわ。めっちゃおもろくない、知らないんだけど。
Bメロあるっけ。ないよ。ねえ、そして人は無力と思い知る。何を語ろうとそれは止まらない。ああ偉そうに聞いてても無駄だとわかる。どうであろうと僕は風を無視できない。どこで誰が泣き声あげようか、そう忘れろ理由がない。風の中を歩く。これでした。これが好きな曲でした。これの好きなポイントは2番、 2A かな、 2A のなんだっけ、夏まくるくるとまわくるくるが好きくるくるが好きなのと、今村美月さんのソロのパートが好きです。口ずさんでた、ここ、これおもろ、口ずさんじゃってたわ。一番上手、ありがとう。2番ね、2番の歌詞いいこと多いから、ソロコンやるときはストリに、タイトルは「そして人は無力と思い知る」、これですこれですね。でもね、 ST の曲全部好き。後悔なんかあるわけないとかも好きだし、後悔なんかあるわけないも好きだし、あとはあれも好き、あのね、あれも好きなんだよね、あとね、なんだっけなんだっけ、あれも好きなんだよね、ちょっと待ってよ、あれも好きなんですよタイトル思い出せないな。思い出せる恋拍子も好きですよ、もちろん。でもあれも好きなんですよね。あれね、まああれです、まああれですよ、あのベレー帽かぶってるやつ、ベレー帽かぶってるやつも好きですね。なんだっけ、ブレーボーかぶったやつも好きですね。ちょっと忘れちゃったんですけど夢力もいいよね、風を待つもいいよねブレーボーかぶったやつが私は好きですね。息をする心も大好き、あ、息をする心大好きだよ。ハートありがとうございます。あのねあれも好きですね。なんだっけ、調べるのに使おう。うん、夏の好きよ、ご用心、これも好きだ、これが好きなやつだ。サマータイムタタンチャ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 、終わろうっと。明日制服の目よろしくお願いします。久々なので STM 聞いてみて、明日楽しみ。あ、来てくれるの、イエーイ、待ってます待ってます。
KLP に移籍しちゃいません。あー、ココア、待って、ごめんなさい、ココアさんね。待って、ココアさんのことね。ね、移籍しちゃうね。明日よろしくです。 D 列の上手にいます。了解です。じゃあ明日、また明日です。制服の目、働きはしないんだ。制服の目、来てくださる方はよろしくお願いします。明日？本当？めっちゃ久々じゃない？ 6 時間かけて待ってます。1秒、バイバーイ。